はい、というわけでですね、先日全財産を公開させていただきました。結構ね、普段のなんかレビューの動画より皆さん見ていただいて本当にありがとうございます。まあ近場のね、弟のね、お嫁さんとかだったりするんですけど、コメントもらったりとか、あとね、個人的に LINE もらって、あの、僕もあのこんな感じです、貯金一緒に頑張りましょうみたいな感じで後輩が連絡くれたりとか、あのすごい温かいコメントいただいて嬉しかったです。本当にありがとうございます。これから一緒に頑張っていきましょうということで、今日はね、初めてですが家計簿をね、公開していきたいと思います。ちょっと長い動画に、ね、なっちゃうかもしれないので、再生速度ね、2倍とかにして、まあラジオみたいにして聞いていただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、どうも皆さん、コシです。今日もね、レビューしていきたいなと思います。今日もね、レビューしていくのは私の、まあ、先月のね、生活、家計簿を公開して、まあ、こんな風に、お金を使ったぞっていうのをね、レビューしていきたいなと思います。まあね、反省点とかあれば、次にどんどん活かしていきたいなと思ってますので、なんか思うことあれば、皆さんコメントしていただけたらと思っております。ということでね、まあ初めてちょっと家計簿公開するんで、まあ流れこれからどんどんね、変えていくかもしれないんですけど、まあ今回は、思いつきでね、どんどんやっていきたいなと思います。ということで、まあ家計簿公開するにあたって、私が使っているフォーチュンシティっていうね、アプリの方が、家計簿ね、多分ね、正確なんですよね。マネーフォワードね、有名ではあるんですけど、クレジットカードで分割払いとかって使っちゃうと、ちょっと金額にね、ズレが出てることを私発見したので、まあ、総資産の公開はマネーフォワードでやって、家計簿の公開は、まあ、細々ね、結構修正が効く、フォーチュンシティでやっていきたいなと思っております。そして、6月のね、家計簿を公開したいんですけど、僕ね、ほとんどの支払い現金使わずにクレジット払いなので、クレジットカードの6月の引き落としっていうのは5月のね、使った分の引き落としなので、今の総資産につながる、支出っていうのは、5月の支出なので、今回は5月もうこれでね、全部確定してる状態なので、5月の家計簿を公開したいなと思います。なので毎月ね、一月前のものになって、まあクレジットカードの支払いとかがね、全部終わった状態で確定した、家計簿を公開していきたいなと思いますので、今月は2024年5月の家計簿を公開したいなと思っております。じゃあ行きましょう。ということで、まずね、収入でございます。まあなんか僕ね、いろんなことしてるんで、いろんなところからお金が入ってくる。まあ、いろんなところからお金が入ってくるっていうと、ちょっと変なんですけど、まあ、メインにね、1個アルバイトやっていて、まあ、あとそれ以外にちょこちょこっていう感じでございます。全部足すと、325,173円っていうのが僕の手取り分になります。まあ、まあって感じですね。もっと上げていきたいなと思っております。まあ、ここら辺でもね、皆さんの給料と、比べたらね、結構、安心させてあげられるんじゃないかなっていう感じです。この金額でね、なんとかやっていって、貯金もしていきたいなと思っております。じゃあね、家計簿、支出をね、どんどん公開していきたいなと思います。まずね、食費が、39,009円になります。ちょっと、行き過ぎちゃったかなっていう感じです。僕の家の周りに、業務スーパーと、あと、クリエイトですね。があるので、まあ、そこでの主な支出になります。39,009円。で、僕、食費のカテゴリーに、例えばなんか洗剤とかシャンプーとか、そういうね、家で使うもの、ティッシュペーパーとか、トイレットペーパーとかね、そういうものも全部含めた値段で39,009円なので、まあ、まずまずかなという感じにはなっております。ただね、もうちょっと抑えたいなと思っているので、まあ35,000円ぐらいがね、目標かなっていう感じです。まあ、これはね、消耗品の、購入も含まれているので、まあ上下しようかなっていう感じでございます。食費39,009円。で、食費の中で、次、外食ね。外食は僕ね、分けております。外食は、まあなんていうのかな、娯楽費じゃないけど、まああってもなくてもいい。お金なので、これは分けて、まあ、ちょっとね反省したりしながら考えておりますということで、5月の、外食費は5016円になります。結構抑えられてないって思ったんですけど、
実はですね、後でね理由を説明したいと思うんですが、他のところにがっつりかかっているので、まあちょっとこの外食ね、毎月これぐらいに抑えられたらいいなっていう感じなんですけど、これはちょっとね嘘の数字じゃないんですけど、ちょっとねさらなる外食を別の項目に分けてあるっていう感じになっております。はい、次、住宅っていうカテゴリーに分けてるんですけど、家賃が 82,418 円、これね結構ね広い家を借りてるんで、まあまあの値段になっておりますね。これはねお嫁さんと半分半分で支払いしておりますということで、であとガス代8855円っていう感じでございますね。ガス代と電気代一緒になっています。それで8855円という感じですね。まあ、まずまず1万円切ってからまずまずかなっていう感じですね。ということで住宅費合計して91273円になります。次が仕送り系ということでね、実家に渡してるお金なんですけど、まあ、これねちょっとね少なくなっちゃってます。それと、その後のね返済っていうのを合わせて、まあ親にね援助してもらったお金を返すのと、仕送りと合わせて3万円という感じになってます。もっと送れるように頑張りますんで、皆さんぜひ応援してチャンネル登録高評価よろしくお願いしますということで、今は、実家に3万円送っているっていう感じでございます。月に1回振り込ませていただいておりますっていう感じです。で次がサブスクっすね。月に1回払っていくやつ、サブスクの値段が21,95円、まあまあかかってるなっていう感じなんですけど、まず iCloud 1300円、2 テラのプランですね。これ毎月払ってるんですよね。ここちょっと考えもんだなと思って、これからちょっとどうにかしていきたいなと思ってます。でメルスプラン、5940円、これがね結構高いんですよね。で最近値上げもしてまたちょっとね高くなっちゃったんですけど、これコンタクトの月額料金でございます。メルスプランっていうねコンタクトのサブスクに入っていて、私はもう洗ったりするのとかめんどくさいんで、ワンデーのコンタクトをもうどん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 月々こう送られてくるようなシステムになっていて、家帰ってきたら取って捨てて、次の日の朝新しいのつけてっていうのをやってるんですけど、これ6000円、眼内コンタクトレンズの手術とか視力をね良くするね、もう手術しちゃいたいなって思うぐらい、これちょっとどうにかしたいなと思っております。であとは、動画系がねこの、ディズニープラス、契約してます。でディズニープラスはね年額で払ってるんで、次回かな出てくるかなと思います。でこれがねちょっとイレギュラーのやつだったんですけど、NHK、14,25 円ということで、ここに引っ越してきてから5月までの分14,25円を支払いました。ただ私テレビとかね全く持ってないです。でテレビ見ないです。テレビ見れる機器も持ってないですということで、ここのね引っ越しするときに、引っ越しのね不動産屋さんにテレビとか持ってないんで NHK 契約しないでくださいっていうもろもろをね伝えたんですけど、まあ不手際があって契約しちゃってたみたいで、だから全くテレビも見ずにね過ごしてきたんで、もちろん NHK の料金とか払ってなかったんですけど、ある日ね収集人の方が来て、集金人の方が来て、まあ実は契約していますよということで、まあびっくりしてねお支払いしました。でまあ不動産屋さんに言って、後日ねこの14,25円は返金されております。まあこれ5月のことなので、まあ1回払ってで、まぁ、ちょっと不動産屋さんと話し合ったりとか、して、最終的に、このお金も全額戻ってきて、NHK も、きっぱり解約しましたっていう感じです。解約っていうかね、もともと契約してないつもりだったんですけど、まぁ、書類出されちゃって、テレビ持ってないのに NHK の料金を一度払わされたっていうことで、これがね、サブスク、一応サブスクに入れました。 14,25 円が、プラスされてしまったという感じでございます。で次が Amazon ギフトオートチャージ1000円ということで、これはですね僕が使っている青空銀行のねデビットカードかを月1回使うと翌月の振込手数料が、0円になるっていうサービスを、得るために、Amazon ギフトに1000円だけオートチャージします。いくらかかった、わかんなかったんですけど、
確かね、もう少ない金額でも一回そのデビットカードを使うと、振込手数料がね、0円になります。で、私あの親にね、先ほど言ったみたいにお金を振り込んでいたりするので、まあそれのためにね、1回分ゲットするのに、まあ、1000円オートチャージしてるっていう感じです。毎月ね、1000円ずつ引かれるようになってます。まあそれでね、あのアマゾンでもちろん食料品買ったりとか、あの生活必需品買ったりとかもしてるので、まあ無駄ではないかなっていう感じです。まあここら辺もね、細かくご要望があればね、動画にしたいなと思っておりますので、今回はね、家計簿バンバン行きたいんで、足早に行かしていきます。いただきます。で、最後、Spotify。僕、音楽は Spotify にしてます。最近ちょっとね、Apple Music とどうしようっていう感じなんですけど、Spotify 980円。まあ、音楽はね、めちゃくちゃ聴きます。音楽だけが僕の心を救ってくれているので、まあ、これも欠かせないかなっていう感じ。まあ、Spotify で、まあ、ポッドキャスト聞いたり、まあ、基本的には音楽を聴いておりますっていう感じです。次、投資系ということで、SBI 証券の、クレジットカード積み立てサービスということで、まあ、NISA にね、毎月入れてます。でも今はまだ私こう貯金段階で現金を貯めなきゃいけない、皆さんとね、100万円目標にしてやっておりますが、ちょっとね、こう生活防衛資金っていうのを貯めなきゃいけないので、1万5000円にしてます。S&P500、 まあ聞く人が聞けば分かると思うんですけど、に1万円と、ファングプラスっていうね、結構テック系の、に投資できる、投資、5000円分、1万5000円分毎月積み立てております。これがね、毎月ね、あの、ガンって入ってきて、それがね、また利益を生んでくれると、なんかね、すごいいい気分になりますね。ただ、まあ私もね、ある程度勉強は、日々ね、しながらやっているので、まあもしね、暴落が来て、まあこの積み立てたお金がガーンってなっても、まあびっくりして売ったりとかは絶対しないです。積み立てし続けるって感じですかね。まあ暴落してもね、あの、安売りで、投資信託が買えるラッキーみたいな期間だと思うので、ぜひね、みんな NISA やってる皆さんね、手放さずどんどんね、積み立てを続けていきましょうっていう感じ。で、次、医療費が39,228円。ここが結構ね、でかいでございますが、4月にね、お嫁さんがね、入院しちゃった時の、お金ですね。この時に私、借金いろいろね、もろもろ、消費者金融のカードとか、まあそういうものを、最後ね、4月に、あ、これいけんぞと思って、貯金とかをね、丸々使って、十数万とかを、まあ繰り上げで全部返しちゃったんですよね。で、借金をね、全部チャラにしたんですけど、まあ、そこでちょっと入院しちゃったもんで、まあ生活防衛資金っていうのが、ない状態での入院になっちゃったんで、まあクレジットカードでね、まあ泣く泣く分割払いをしましたということで、2回目の支払い39,228円、まあ全部で4回なんで、この次もこの次も、あるっていう感じなんですよね。まあこれが終われば結構落ち着くかなっていう感じでございます。本当にね、何よりもまず皆さん健康なので、まあ食事と睡眠と運動ですか。ね、そこはね、ちょっと皆さんにも気をつけていただきたいです。病気になってからね、医療費を安くする制度とか、まあそういうのを考えるよりは、もう病気にならないで病院使わない、医療機関を使わないっていうのが一番ベストだと思うんで、ぜひ皆さん健康で居続けてください。もう私もね、ぽっくり行きそうなタイプなので、しっかり注意していきたいなと思っております。ということで。で、次、交通費ですね。スイカ。私は、キャッシュっていうサービスを使ってスイカに間接的にチャージしてます。これも後日ね、また動画にしてもいいかなと思うんですけど、私三井住友のナンバーレスゴールドっていうカードを使ってるんですけど、まあそれね、使った金額に応じてポイントがもらえるんですけど、スイカへのチャージね、カードから直接やっちゃうとポイントになんないんですよね。だけどこのキャッシュっていう、またこれもデビットカードみたいな、チャージして使うクレジットカードなんですけど、私のメインのクレジットカードから、キャッシュっていうサービスにチャージして、キャッシュを使ってスイカをチャージすると、1万円ね、ポイント対象の、
使用の履歴として、残ります。なので私はスイカにアップローチのスイカにチャージするのはこのキャッシュっていうねサービスを使っております。だいたい月頭に1回1万円ぐらい入れといて1ヶ月持つかなっていう感じでバスとか電車乗るのに持つっていう感じなんですけど、5月はねちょっと大阪にね、旅行に行かせていただいたので、その分でねあの月中で足りなくなっちゃってもう1万円チャージしたという感じで、今月はスイカ2万円になっててちょっと高いなっていう感じです。だいたい月1万円で済むかなっていう感じ。特別なことがなければこんなもんですね。次通信費でございます。まあこれねちょっといろいろあるんで、まず、ソフトバンク光、ここにね引いてる、光回線でございます。ちょっとねここら辺の時期でいろいろネット関係を入れ替えているので、まあ値段がね、ちょっとごちゃごちゃするかもしれないんですけど、とりあえずソフトバンク光4180円っていう感じです。これ多分ね、最初の月でちょっと安くなってるのかな。もうちょっと今後高くなっていくかなっていう感じ。でも5000円ぐらいかな。5000円いかないかなっていう感じでございます。で、次、楽天モバイル5472円ということで、これ、2回線分です。2回線分。僕の楽天モバイル、まあマックス行っても3000円で、もう1回線は親に、あげてる、回線でございますね。僕が、実家のねインターネットを、お支払いしてる感じになってます。まあそれと仕送りと、やらせてもらってるんですけど、まあ、全然少なくて申し訳ないんですけどっていう感じです。楽天モバイルをねあのルーターに入れて家の Wi-Fi として実家で飛ばしてます。それならまあどんだけね親とね、まあ、妹が住んでるんで、その2人がねインターネット使っても、まあ、3000円に収まるので、まあ親もね LINE とか YouTube 見るぐらいなので、まあ、お母さんがねあの不自由なく iPhone が使えればいいかなと思っていろいろ考えて、楽天モバイルを Wi-Fi 化して実家に置いてあるのと、僕のこのメインの携帯の回線を楽天モバイルにしたので、楽天モバイル5472円、高いかと思いきやこれで2回線ですね。なので大手三大キャリアとかね使ってる人、マジであの神奈川東京とかね関東に住んでるんだったら僕これで不自由したこと全然ありません。で、アンリミットなのでいくらでもね毎月使えます。まあ僕なるべくねこう2000円のところで収まるように、20ギガ以内で収まるように運用しているっていう感じでございますね。でもう一個 LINE も3281円ということで、お嫁さんの携帯、僕が契約して払ってるっていう感じです。これはまあ払ってもらってるっていう感じなので、まあお金いただいておりますということで、で、多分これが毎月の支払いじゃないんですけど、5月25日ソフトバンク 12,334 円ということで、僕がね長年使っていたソフトバンクを解約したので、多分その時の料金だと思うんですが、最後の最後にね痛手を残して来やがる。なんで番号をね他の会社に移しただけなのに、普段の 2.5 倍くらいの料金を取るんじゃっていう感じなんですが、確か6年ぐらい使ってたのかな。もう最初はボーダフォンですよ。ボーダフォンからソフトバンクになってっていう、まあそこをねもうずっと惰性で、ソフトバンクにねお金を払ってきたという感じでございますね。まあ、iPhone の本体の分割とか、まあそれプラスキャリア代みたいな感じで結構ね高いお金を支払っちゃったんで、ぜひねあの本当に節約系の YouTuber さんとかもみんな言ってるんですけど、まず携帯代見直してみてください。意外と本当にね安い金額で思い通りにね使って、あの今の金額より確実に安くできる気がするので、ぜひねなんか質問してもらってもいいし、楽天モバイルのことだったらね私の使用感だったら答えることもできますので、ぜひねまず携帯とインターネットね、そこを下げてもらったらもうそれだけでね、例えば1000円下がったとしてもそれで年間12000円、お得になりますので、ぜひね
無理してキャリア使わなくても意外と大丈夫です。家に Wi-Fi 引っ張っておけば意外と大丈夫です。外でも楽天モバイル思ったよりつながります。あのね、ぜひね考えてみてくださいということで、私の通信費でございました。まあ3人分のね支払いを私がまとめてしているので、25,267円という感じです。今までよりねそれでもかなり安くなっております。はい、次、買い物費ということで、まあなんかねここはねジャンル分け難しいんですけど、まあ交際費みたいな感じになります。私が絶対に使わなきゃいけないお金ではなくて、まあ、趣味だったり娯楽だったり外食したりとかプレゼントしたりとか私以外のために、使うお金、これがね5月はもうぶち上がりぶっ飛んでしまいました。75,531円ということで、これがね大阪行ったお金でございますね。ここがね結構ねかかっちゃったのと、母の日があってまあ、お母さんにプレゼントしたお金とかっていう感じでございますね。お母さんにプレゼントしたものとか、あと大阪の旅行とかで、まあ、これちょっと細かい値はどうしようかなっていう感じなんですけど、まあ、例えばね、牛カツ本村大阪11,670円ということで、まあね、1回の夕食に12,000円とかね、私もほとんど使ったことないんでふうって感じですけどっていう、支払いがたくさんあるっていう感じですかね。そんな感じかな。そうですね、なので私、妻、友達、大人4人と赤ちゃんか5人分の、食事の、料金なので、こんぐらいいっちゃうのがバンバンバンって感じで、4日ぐらい行ったのかな、3泊4日かなぐらいの中でこうバンバンバンとね私に支払いが、のしかかってくるっていうのがありました。これはねまあねなかなかでございましたね。あとはなんかあるかな、まあパーッとね見れるようにするかしないかちょっとわかんないんですけど、75,531円、ここがね結構でかいかなという感じでございます。これはねもう皆さんから、お叱りを受ける、数字だなと思っておりますが、私の意思ではどうにもなりませんでした。本当にすいませんでした。これからもねここがなければかなりね貯金がバーンって上がるので、まあ、うまいことねうちの神様とね、折り合いをつけながらやっていきたいなと思いますが、もう私はね ATM として大阪に召喚されましたので、っていう感じでございます。で、最後、自分への買い物、趣味娯楽費みたいな感じですかね。ここが、8,239円、ちょっとまあだいたい1万円いくかいかないかなっていう感じでございます。ちょっとこの月はなんかね財布の紐が緩んだのかなっていう感じ、まあ買わなくてもよくないいいかなっていうものを少し手に入れてしまっているのは、まあなんかストレスがちょっと溜まってるのかなっていう感じですね。ここら辺も、ちょっと反省点でございますということで、まずね16性格診断 FJN なんとかみたいなやつなんとなく気になって、まあせっかくならしっかり、やってみたいなと思ってネットでね599円払ってやってみました。まあこれレビュー動画作るかどうかあれなんですけど、なんかあの全部の中で一番人数が少ないやつになりました。でも結構当たってた。うん、これちょっとなんかあの PDF で撮っといてあるんで、まあ、今度読もうかなっていう感じです。で、紛失防止タグ、238円、これねすごいいいガジェットだったので、エアタグのねカード型バージョンみたいなやつを購入しました。まあ大阪旅行行くのもあって、まあそういうのも財布なくしたりしないようにね、買いましたし、それがね、思わぬところで役に立ったっていうのもあるので、ちょっとそれをね、今度動画にしたいなと思っております。で、Amazon で、あとね、ピアス買いました。これね、まあいい年こいて何してんだよって話なんですけど、まあバンドマンなので許してください。こっち、拡張して今これ16ミリの穴が耳に開いてるんですけど、こっち1センチだったんですね、10ミリ。で、こっちも16ミリに、拡張しまして、
両方同じやつつけたいなと思って同じの買いました。めっちゃ安いピアスです。ただね、まあ、黒でシンプルですごい気に入ってるので、こちらをつけております。で、まあコピーとかあとね1622円パワーストーンっていうのをね購入して、これちょっとマジで怒られちゃうかもしれないけど、こういうことしてるから、お金がたまらないんだぞお前はっていう感じで、パワーストーンね買いました。ジャーナリングっていうのを僕やってるんですよね。なんか思ったことをノートにわーって書くみたいな。で、まあその上にパワーストーン置いとくといいよみたいな話を聞いたんで、まあ一応ね、いいと思うことは、私のね人生が良くなるためにいいと思うことはどんどんやっていこうということで、できることはね、変なセミナーに行ったりとか、そういうアホなことは絶対しないんですけど、まあこれもアホなことかもしれないですけどね、なんかね、触ってると気持ちいいし、まあパワーストーン、パワーもらえたらいいなと思って、で、僕ね、青が大好きなので、青いやつを買って、まあ、僕がね、いろいろ、カキカキしているノートの上に乗っかってます。なんかね、運気をね、いい方に導いてくれたらいいなと思っております。この動画がね、もう皆さんと出会えて、いい方に、動いてくれればいいなと思ってますんで、よろしくお願いします。こういう買い物はマジで最近、絶対しないです。なので、まあ、この頃またね、今から言うと2ヶ月前くらいになっちゃうんで、結構ね、なんか面白い変化の過渡期なのかなっていう感じですね。で、ペイディ2751円ということで、これね、自分への、まあ、ベース買ったやつとプレゼントかな、まあ人にあげたプレゼントですけど、まあ、ここに、ペイリーっていう支払いの元で払ってるので、こちらにまとまっております。これもね、レビューしなきゃいけないんですけど、日本で一番安いベースを買ったんですけど、これも全然使って最高でございます。本当にね、すごい安い金額で、めちゃくちゃ幸せを感じてるんで、もう、この買い物に対して全く悔いはないでございます。ということで、ペイリーっていうね、無金利で分割払いができるサービス、本当はね、それも借金になっちゃうから、良くないかなと思うんですけど、一応、公害な金額でなければ、僕的には、金利がかからない分割払いは、まあ、しょうがないかなっていう感じで、使っております。使いすぎには気をつけましょうっていう感じです。まあ、僕、2700、まあ、1000いくらのね、支払いを2つやってるっていう感じですね。で、最後、久しぶりにね、Amazon でベルトを買いましたということで、レビューするほどじゃないんですけど、まあなんかすごいナイロンのね、すごい頑丈な仕事にも使えるベルトっていうのを買いました。なんかね、前使ってたベルトのもう帯のところがね、ボロボロになっちゃったんで、購入したという感じでございます。ということで、これが5月すべての支出、で支出をすべて合計すると368,758円で、残高マイナス43,585円ということで、赤字でございます。残念ということで、マジ泣きてマジ泣きてマイナス、45,000円近くね、収入よりね支出が上がってしまいました。まあこのね75,000円ってとことか、あとはまあ、病院のね4万円とか、まあ、そこら辺がね、普段かかれないお金みたいなのが、ポンポンポンとね、ここら辺、4、5、6、まあ、7月ぐらいまでかな、重なってきちゃってるので、支出がね、多くなってしまったという感じで、気を引き締めてね、まず、自分でね、調節できるところ、自分の支出、私まあね、もう最近服買ったりとかは、ほぼほぼないです。で、買ったとしたらそれをもうマジね、潰れるまで着ていくという感じで、まあ、すごく物をね大切にするようになったので、まあこれからもね、詰められるところをどんどん詰めてやっていきたいなと思います。ということで、以上が5月の家計簿公開になりました。惨敗という結果になりました。皆さんはね、どんな感じだったでしょうか。ぜひよかったらコメントしてください。まあなんかいろいろね、意見とかアドバイスとかありましたら、ぜひね教えてくださいということで、まあ、自分に対してはお金をほぼね、今月はね
こんなものとか使ってしまいましたがっていう感じでございます。で、じゃあ最後にね、今月の、全財産公開ということで、こちらでございますね。資産394,076円ということで、やっぱりねこの折れ線グラフ見てみるもらえると、前回のね、動画公開した時はもうボン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 といろいろ収入が入った状態で止まってたので、まあ、70万近くなってるんですけど、クレジットカードの引き落としとか家賃の引き落としとかでバン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 ボシュッって感じで、まあ、半分ぐらいになっておりますね。まあ同じ画面なので分かりやすいかなと思うんですけど、預金、現金、暗号資産ということで、暗号資産は僕は持ってないので預金と現金で現在299,416円、ここを100にしたいと思ってやっております。支払い全部終わった後で、100になるように今月やっとあとちょっとで30万って感じですかね。皆さんどんな感じでしょうか。で、投資信託、NISA やってるやつ全部足すと88,095円。まあ僕 S&P500 とファングプラスアメリカ中心に投資をしているので、まあ、今すげえ調子いいんでね、毎日ね前日比696円って書いてありますが、なんかほぼ毎日これぐらいの私みたいなね少ない、投資金額でも、毎日これぐらいの金額は上がっていっているかなという感じでございます。まあね、あの先ほども言った通りやっぱりもう65とかそこまでね、60歳65歳とか、まあ、20年25年30年と、これはね積み立てていって、まあ、いろいろもろもろね、いろんな整理が終わったら、まあ、貯金とかも終わったら、もう貯金に回す金額とかも全部ここに、かけていかないと、まあ、後々に困ってしまうと思うので、まあ、これはねもう本当に手放す気はないでございますね。暴落とか来て、もうこの8万8000円あったものが、まあ、たとえ1万円になろうと、8000円になろうと、まあ、めっちゃがっかりするとは思うけどね。めっちゃがっかりするとは思うんですけど、まだ経験がないので。でもね、もうそうなった時には安く株が買えるぞということで、まあ、どんどん突っ込んで、まあ、最終的にはね、金額、値はね、元に戻るっていうのが歴史が、物語っておりますので、これからもね、積み立て投資続けて、まあ、老後資金っていうのかな、まあ、今後のね資金、資産をね、お金にも働いてもらって、増やしていきたいなと思っております。投資信託88,095円。で最後ポイント、これはね、V ポイントってやつですね。三井住友カードゴールドナンバーレス使ってるので、まあ、これを使った金額に応じてポイントがもらえるんですよね。 T ポイントと V ポイントっていうのが一緒になって、新しい V ポイントかなっていうのになったんですけど、まあだからいろんなコンビニで買い物とか、まあ基本的にはしないんですけど、まあファミレスでご飯とかそういうのポイントが全部、ポイントになって帰ってくるっていう感じですね。で今これは変わってないな、6,565円で、クレジットカードのね支払い額に応じてまたバーンって入ってくるので、このバーンって入ってきたものも、なんとそのまま、SBI 証券で、ポイント投資ができるので、これもね全部貯金に使っていきたい、資産形成に使っていきたいなと思っていますので、結構私にとってこのクレジットカード払いね、1ヶ月ね結果が遅れていっちゃうんで、ちょっとね支出の把握っていうのが大変になっちゃうんですけど、でもこのポイントで投資することで私の資産がね、上がるので、まあポイントのために買い物するっていうのはほぼないんですけど、まあ使った金額で、現金で払って何もないより、クレジットカードで払ってポイントもらって、そのポイントで投資信託を買うっていう方がね効率よくね、財産をね増やしていけると思ったので、今はこういうやり方でやらせてもらってます。でナンバーレスゴールドね、今1年目なので100万円修行って言って、1年で100万円使うと、まあ、年会費がなくなってポイントがもらえるみたいなサービスがあるんですけど、 なんで今は、まあ、いろんなクレジットカードの支払いを全部1枚に集約させて、まあ、月ね10万円っていうのはどうしてもいってしまうので、まあ、そこら辺をやっていって、まあ、100万円超えれば、ゴールドカードを年会費無料で、まあ、使っていけるということで、まあ、今はね結構そのカードでバンバン払っているっていう感じです。まあ投資にもつながるのでいいかなと思っております。ということで、現在約貯金が
30万円。そして、株の方がね、約9万円。で、まあ、ポイントが6000円ぐらいあるから、全部で39万4000円。あとちょっとで40万円になるという感じでございました。長々喋ってしまいましたが、私の今月というか、2024年5月の家計簿の公開になりました。6月の支払いで全て確定した5月の、家計簿を公開させていただきました。皆さん、どのような意見をお持ちでしたでしょうか。僕もね、無駄が多いなっていうのは、重々承知なんですが、私のね、意思だけでは、支出をコントロールしきれない部分があるのですが、私一人で、私と彼女のね、分も、お金を蓄えていかなきゃいけないというね、大変な状況に、私もおりますので、頑張っていきたいなと思っております。ぜひね、一緒に頑張っていこう、頑張ろうぜと、応援してるよって思ってくれた方、高評価とね、チャンネル登録ぜひお願いします。前回のね、全財産公開の動画で、10人ぐらい増えたんですよね。もうめちゃくちゃ嬉しかった。本当にみんな一緒に頑張っていきましょうということで、今回も長々ね、見てくれてありがとうございました。まあ、この、ね、でね、流れをどんどん掴んでいったら、月に1回ね、こういう動画を、出していきたいなと思います。で、まあ僕の中でね、こうお金でこう大きくね、何か変わることがあれば、レビューしていきたいなと思っておりますので、チャンネル登録して、これからも、応援、何卒よろしくお願いしますということで、今月の家計簿公開でございました。多分ね、ほぼ編集しないで出すかなと思っておりますので、よろしくお願いします。見てくれて本当に本当にありがとうございました。もう個人的にね、LINE でも、コメントでもいいので、何かね、メッセージいただけたらと思います。お前その年で何やってんだよ、もう終わってんなっていうコメントでも結構俺今嬉しいかもしれないです。まあ頑張ってって言ってくれる方がもちろん嬉しいので、プラスの言葉ね、かけていただけたら嬉しいんですが、マイナスの言葉でも OKOK ですけどっていう感じでございます。本当に、お疲れ様でございました。取り留めのない動画で失礼いたしました。それでは皆さん、ありがとうございました。バイバイ。反応が気になります。よろしくお願いします。